ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。高橋です。本日ご紹介するお車はこちら、はい、W463A G350D。 そうですね、D 電ですね。街中でももうよく見ますよね、見ますし、まあ、うちでも、まあ、本当に入庫が多い。そうですね、見ない日ないぐらい ぐらいの入庫率の誇る、まあ、新型Gクラス、それの、まあ、ディーゼル G350D で、まずフロント周りからなんですけども、そうですね、もうグリルが違いますよね。そうですね、グリルの方は、はい、うちでも大人気の G63、はい、AMG G63 の純正パナメリカーナグリルの方、はい、装着させていただいてます。ああ、なるほど。まあでもここは大人気ですね。そうですね、もう定番ですね。でそれに伴ってヘッドライトカバーも交換しないと、こちらですね、交換、グリル交換できませんので、はい、グリルとヘッドライトカバーを左右セットで交換してます。なんかこの辺のラインが、このラインが350とか550ってこう斜めのラインなんですけど、63、そう、角度が違うのでヘッドライトカバーも交換する必要性があります。あ、なるほどね。そうですね、はい、はいはい。で次下こうぐーっと見ていただいて、はいはい、フロントリップ、リップ、そうですね、センターのリップと、はい、まあ、横のカバー、まあ、アドオンパーツと呼んでますけれども、こちらの方はロリンザー製の、はい、あ、ロリンザーの、そうですね、アドオンパーツ、サイド2ピースとセンター、はい、1ピース、合計3ピースでのセットでの、あ、なるほど、フロントアドオンパーツを装着させていただいてます。あ、なるほどね。結構ブラバスとかは結構見ますけど、そうですね、まだ少ないですもんね。ロリンザーはそうですね、少ないのと、やっぱり、350、はい、ここがですね、だいぶちょっとこうボリューム感、ダクトが大きくなったように見えますので、なるほど、ね、よりボリュームのある仕上がりになってますね。そう、あとここ、純正のメッキとかは、はい、グロスブラックでラッピング、ラッピングとかねしてますね。なるほど、なるほど、はい。これ結構横から見ていただいたら多分分かると思うんですけど、結構ボリュームが出ますね。そうですね、ボリュームは純正に比べてだいぶ出てるかなと思いますですね。これかっこいいですね。はいはい。じゃあ浅井さん、今回ホイールは、そうですね、はい、今回ホイールは新たに装着させていただいた ADV-1 の ADV-08、はい、新作のフローフォーミング製のホイールに なっております。はいはいはい。そうですね、これサイズとかはもうゲレンデ専用の、そうですね、ゲレンデ専用で、まあ、22インチ、はいはいはい、ワンサイズになってます。なるほど、なるほど。で、ADV-1 のやっぱり特徴として、はい、まあ、この辺の削り込みですね、センターキャップですとかスポーク、ね、そうですね、ここまで、めっちゃ綺麗です。そうですね、ここまで削り込み、まあ、単造ではないんですけれども、はいはいはい、ここまで、してきたっていうのはやっぱり ADV-1 すごいデザインセンスと、そうですね、技術があるかなと思います。なるほど、なるほど。でやっぱりフローフォーミングなんで、はい、重量も軽く作られてまして、はい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 、で純正の20インチ、ホイールとタイヤ、はい、さっき測ったんですけれども、はい、両方合わせて32.6キロ純正はありました、ええ、でこちらの方22インチ2インチアップしてて、はい、まあ、タイヤも大きくなってるんですけれども、こちらの方で33キロですので、あ、まあ、ほぼ変わらない、まあ、ほぼそうですね、 0.4 キロですので、はいはいはい、2インチアップしてるにもかかわらず、タイヤも太くなってるにもかかわらず、まあ、わずか 0.4 キロの差ですので、ですね、うん、アップしただけですので、まあ、いかにですね、このフローフォーミングが軽く作られてるかっていう証明になるかなと思います。はい、
タイヤサイズもいつもよりちょっと太い感じ。そうですね。305ですよね。普通まあ295/40/22なんですけれども、はいはい、まあこれ四駆っぽさをちょっと出したかったので、はい、まあ、タイヤをブリッドするような感じで、はい、まあ、あえてコンチネンタルの305を、装着させていただいてます。あとはまあ、はい、純正の空気圧センサーですとか、あとはですねホイールに JWL も入っておりますので、あ、まあ、ちょっと裏側になるんですけどね、はい、入ってますので車検も、対応ですよというホイールになっております。まあ、安心ですね。そうですね、安心のホイールになっています。でキャリパーもこれ塗ってますね。そうですね、キャリパーも塗ってますね。はいはいはい。はい、でベンツロゴ入ってる感じですね。メルセデスベンツロゴで赤で塗ってます。まあ差し色。そうですね、黒に、赤の差し色なんで綺麗かなと思います。なるほど。で浅井さん、マフラーはこれあれですよね、はい、音出るやつ。そうですね。あ、前僕もこれ初めてつけたんですけど、うん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 、これすごいですね。これそうですねこれ、まあ350もちろん、マフラーは出てないんです、はい、出てないというか ね、何もないんですけれども、はいはいはい、こういうふうに4本出しになりつつ、はい、まあ、さらに音も出るこのサウンドジェネレーターというのがこう下に見ていただいたらこちらの方ですね、サウンドジェネレーターがありまして、それにマフラーカッターがついているという、はいはいはい、商品になります。でここね何もないですので、別にこれあのエンジンにつながっているわけではなく、ここからスタートでマフラーカッターにつながってここから押すと発生するような商品になってます。まあ、携帯とつないでなんか音量とか音質とかももちろんですけれども、ね、なんかいろいろ設定できますもんね。そうですね、はい、まあ、せっかくなのでまたエンジンかけてみましょうか、はい、ぜひお願いします、はい、じゃあエンジンかけてください。はい、感じで、まあ、音も、発生します。でさらにこのような感じでですねスマホで調整できますので、まあ、例えば音を上げたいときはまあこのような感じとか、あとはまあ音質を変えたり、あとはですね、ファイルが何個かありますので、まあ、こういうので音質も変えれるような設定、あとはオフにするともちろん静かになりますよというのが携帯でコントロールできるようになっております。はい、で浅井さんサイドはこことここもラッピングですね。そうですね、ここはまあペイントで黒くして、まあこれはラッピング、もともとシルバーなので、はい、まあ、ちょっと統一感出すように、グロスブラックでペイントとグロスブラックでラッピングしてますね、はい、まあ、この辺はもう定番ですね。そうですね、定番のメニューですね。はい、はい、じゃあリア周りなんですけど、そうですね、これもロリンザー、ロリンザーフロントに合わせてロリンザーのルーフスポイラー装着させていただいております。まあ、そんな大きすぎないですね。そうですね、まあ、ちょうどフィッ、馴染ボディに馴染んでていいかなと思います。はいはいはい、はい、かっこいいですね。でこれもラッピングですかね。そうですね、これとこちらの方、はい、まだね、そうですね、メッキの方をグロスブラックでラッピングしているような感じですね。大人気メニューですね。ですね、まあ、ここは特にする人スペアタイヤカバー周りはね多いですね。多いですね。じゃあ実際インテリアも何かした感じですかね。ですね、まあ、こちらですね、はい、弊社でも大人気のアンドプラス社製のアンビエントエアアウトレット、はい、まあ、エアコンの吹き出し口が、このような感じで光る感じですね。はいはい、で純正とこれ連動してますので、はいはいはい、例えばですねカラーを赤にすると、まあ、このような感じで赤色に、はいはいはい、まあ、連動して、そうですね、連動、はい、変わる感じですね。変わる感じですね。はいはい、じゃあ次、ミラーリングなんですけれども、はいはいはい、まずこれテレビですね、まあ、いわゆる11チャンネルの方に、はい、セットしておく感じですかね。していただいて、はい、スマホの方をつなぎます、はい、で再生ですね、はいはいはい、押すと、まあ、こことここがつながりますので、でもつなぐだけでもう同期されて再生できる状態になる感じですね。そうですね。あ、なるほどなるほど、まあ、このような感じで、はいはいはい、ね、うちの、ね、YouTube ですけれども映し出される感じですね。映し出される感じですね。
まあ、画質も結構綺麗ですね。そうですね、まあ、ただねどうしても、はい、デジタルから RCA のアナログに変換しているので、はいはいはい、まあ、若干は落ちてはいるんですけれども、はい、まあ、走行中でしたらね、まあ、車の中でしたらまあ十分かなとは思います。まあ、気にならないぐらいのレベルですね。そうですね、はい。であと、まあ、若干のね、さっき、タイムラグの方はありますので、まあ、ちょっと停止してから、はい、これデジタルからアナログにこう変換してる、はいはい、間の若干のタイムラグは存在するような感じですね。あ、まあ、音がずれてるわけとかではないですよね。そうですね、音はですね全然ずれてませんので、こんな感じですね。音は全然ずれてませんので、あ、はいはいはい、だったらまあまあまだいいかなという感じですね。はい、まあ、このような感じでミラーリング、YouTube とか見ることができます。はい、でもこれは便利ですね。はい、そうですね、まあ、ご家族とかいたりするとまあ便利かなと思います。そうですね。それでは高橋君、本日の G350D、はい、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、フロント周りですね、まず、まあ、結構いかつい感じに、まあ、350にはないこの63純正グリルだったりとか、うんうん、まあ、普段とは違うリップがつけたりとかで、まあ、非常にかっこよくボリューミーにできている感じかなという感じですね。で、ホイールもちろんかっこいいんですけれども、まあ、そんなに機能性能損なわないぐらいの重量、まあ、そんなに純正と変わってないぐらいの重量なんで、まあ、そこもいいかなと。あとはやっぱり結構楽しい、サウンドジェネレーターがついてるんで、まあ、結構まとまってる1台なのかなと思いました。まあ、そうですね、まあ、G350、まあ、弊社でも、ね、すごい入庫多いですけれども、はい、まあ、こちらいろいろとカスタム、されてますので、はい、今から、ね、買う、G350 オーナーの方とかにも、うん、まあ、すごく、提案できる、まあ、メニューがいろいろついているのではないかなと思います。まあ、参考に、ね、ぜひ、ね、参考にしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは本日はこのあたりで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。